こんにちは前回捕食についてお話ししましたが今回は捕食の組み合わせで起こるハレーションという現象についてお話ししたいと思います。ハレーションとは明度差のほとんどない彩度の高い捕食を組み合わせた時に起こる現象のことです。前回クリスマスカラーの捕食でお話ししたように捕食はお互いの色を引き立て合おうとします。 しかしお互いがお互いを鮮やかに見えさせることで目を引くようなインパクトのある色合いにはなりますがその分目がチカチカしてしまいかえって見づらく目が疲れてしまいますこういった現象をハレーションと言います対処法としては少し距離を離したり再度押さえてやるといいそうです次回は捕食について実験を通してお話しします